投げてくれた。はい、うん、楽しかったですね。そして最後を決めたのは栗林、この大会2つ目のセーブですが、まあ、これもルーキーの選手が大事に上がると思います。この間のアメリカ戦もね、大会ブレイクに入ってからもう0点に収めて、本当に素晴らしいピッチングでした。今日ちょっと立ち上がり制球に苦しんだんだけれども、うん、これはね、3点っていうリードが、はい、これは